学校の、これまあ架空の話ですか、全部ね。学校の裏庭の体育館の横にある、和式便所があって、そこはまずちょっとまあ、まずね、まあちょっと溜まってる先輩がいるんで、その先輩とまず戦わなきゃ。その先輩二人ぐらい倒して、和式便所をなんかガッて裏庭で取るらしいんですよ、もう便器から。和式便所をガッて外して、それを転がしながら校舎を一回全部横歩く、二回全部横歩く。で、階段もガラガラガラって和式便所の音を鳴らすらしいんですよ。ガラ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 って。で、ガラ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 って鳴らす。ガラガラガラって鳴らす。で、二回で、あ、二年生が、あ、この時期が来たと。ああ、俺らの同期はあいつが番長にエントリーするんだと。ガラガラ鳴らす。で、3回行ったら3年生の教室になるんですよ。で、3年生の教室がガラ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 ってなって、あ、来たなって。で、3年の番長のいる教室の昼休みに、それを黒板にガンってやって、教卓に便器を置くらしいんですよ。ラジオネーム、泉区のショコラさん。あら、市役所前にいる泉区のショコラさん、ありがとうございます。タッツ、目の前からこんばんは。今日来てくれてありがとうございます。私のスラムダンクで密かに好きなところは、花道軍団の友情です。待ってました。助かりました。ありがとうございます。特にバイクの修理代のために海の家で必死でアルバイトをして稼いだお金を花道に合宿代として持っていかれたのに、合宿の代わりの州と1万本に付き合ってくれるところが面白くて、友情が熱いと思ってめっちゃ好きで、花道が自分の成長を感じている姿にもグッときます。あら、ショコラさん、わかってるね。僕ね、このね、花道軍団の話をね、どうしてもしたくて、インテンショナルファウルの話をしちゃったんですけど、今日は。行きましょう。このね、花道軍団っていうのは物語に出まして、桜木花道っていう、まあ、主人公になる男はね、もともと和光中って中学出身の、まあ、大不良なわけですよね。最初、登場時188センチで、もう、先輩のどんなヤンキーに、こう、ちょいってやられてももう負けないというか、とにかく鋼の肉体と運動神経、瞬発力だったりを持ってるんですけども、そのね、仲間たち、花道軍団もまたかっこよくて、まあ、水戸陽平、そして、高宮望、あの、デブッチョのやつ。で、大楠雄二。で、ちょっと金髪っぽいやつ。野間中一郎、口上のヒゲのやつ。っていうね、いい感じのグループがいます。そして、あのね、まあ、安西先生、バスケがしたいです。という名台詞がね、そのセリフを知ってる方って結構多いと思うんですけども、それって、ちょっと、堀田のりおさんとかね、三井久志くんとかね、哲夫っていう人とかがね、体育館でちょっとこう、喧嘩みたいな騒動を起こしちゃって、ゴタゴタがあって、で三井久志なんて、その時バスケ部じゃないですよ。なんだこのロン毛の不良はと思ってたら、いろいろあって、なんとね、そうやって突っ張っちゃってたのは、三井久志がね、昔 MVP でちょっと怪我しちゃってね。で、もう一回バスケをしたいからってことに気づいて、そのね、番長の堀田のりおっていう人が、だんだんこう、お前もバスケ部戻りたいんだろうっていうふうに応援してくれて、戻って。で、本当にその先生の姿を見て、三井久志が、安西先生、バスケがしたいです。でも、あれだけの学校だったらわかりますよね、学校生活。大会も控えてて。あれだけの暴力事件が起こっちゃいますと。まあ、流血も起きてるんでね。他の先生にも見つかって、どういうことだ、モップでね、説明しろとなった時に、このね、桜木軍団と、この番長、堀田のりおさんとかがね、ちょっと僕たちが争っちゃいました。で、ちょっと面白くなかったんでやっちゃいましたと。罪を被るんですよ。その美しさが、できたかなと、仲間を売らないというか、胸に手を当てて、スラムダンクを今月もう一回読み返して、俺はやったわけですよ。なんか、学生時代ってこう、あるじゃないですか。なんかこう、先生に怒られるのってすごいいけないこと。怖いとかだけじゃなくて、なんか、次の進学に響くんじゃないかみたいなビビりみたいなすごいあったんですけど、このね、男たちのかっこよさが、もう、こいつらは部活でやらせてあげたいから、俺たち不良でね、どうせパチンコ行くしかないから、俺たちがやりましたっていう風に、この、こいつらがやる。その後、敵対してたこの堀田くんたちと桜木軍団も、一緒になんか、ね、湘北高校バスケ部を応援したりして、本当にいいなって思うんですけれども、ここでまあその仲間の熱さを語った後に、この番長という称号がついている堀田のりおさん、みちょーんって言って旗を振ってる男、番長ってご存知ですか皆さんと聞きたいわけですよ。はい。法政大学応援団副団長、東京六大学応援団連盟、連盟委員長、
っていうのを2016年勤めて、学ラン、土管、超、ね、もうこう、もう襟も超高くて、爪入りっていうんですか。でも、こういう、もう、裏地に刺繍が入った学ランを着て、アイパーをかけていた辰口が、それは、まあ、団長とかなんですよ。そっちはもう本当にオフィシャルな人たち。番長って何かわかるかと。これはですね、あ、違う、三浦大輔さん。浜の番長、それは。じゃなくて、このね、番長というものを、なかなか今の時代ね、やっぱりあの、突っ張りハイスクールロックンロール、シルバーフライの頃ではないんで、なかなか平成5年生まれの私は知るものがないんですけれども、番長のなり方というのを語った俺の友達がいまして、彼の話をしてもいいですか？ところは変わりまして、湘南から移動すること、埼玉県桶川市、国道17号をブーッと行きますと、まあ、桶川というね、ベニマルウォークとかですね、ヨークベニマルだっけな、なんかそのショッピングモールかな、そういうあのブランチみたいな、こうなんかね、みんなちょっといっぱい物が買える場所があったりするんですけども、そういうのがあって、でこのね桶川にある、まあ伊吹くんっていう友達がいるんですよ。でそいつにこう呼ばれて、僕もね当時こう、ワゴン R を自分でマットブラックに塗装したやつに乗ってたんですよ。でこう16号17号線を走ってブーンとか言って着いたら、戸口とか言ってこう言うんですよ。いぶきくんめちゃくちゃ太ってるんですよ。で、あずきちゃんって呼んでる CB750 に乗ってるんですよ。なんかあずきちゃんに乗ってね、こうフルフェイスのメットで、ホンダとか言ってついて。で、なんかブーツでね、風貌がこうなんかちょっと、なんだろう、カーキ色の風貌がついてて、あ、これが暴走族の人の乗るワイフかってやつが迎えに来て、戸口よく来たね、おけがって言って、じゃあちょっと行くよって言ったら、目の前を先導するいぶきくんがね、結構昔、もう10年ぐらい前なんですけど、なんか蛇行を始めるんですね。でなんか火花を散らしながら蛇行して車道をぐんぐんつって、って言って、で止まって、いぶきそういう走り方しちゃダメだって、いやここは自分のちょっと縄張りだからこうやってやっとかなきゃいけないんだよ辰口、全然普段普通の子なのに、いぶきくんってやつがいて、でいぶきくんすごいなんか、辰口は湘南住んでるもんねってたまに会いに来てくる、バイクしたら、なんか向こう帰って聖地行ってきたわって言うんだって。いぶきはやっぱり国道134号線は、あのね、なんだ、湘南爆走族とかそういうので、なんかね、聖地ってバイク乗りたちは言ってるらしくて、やっぱ改めて通るとちょっと信号が少ないのかな？だったりとか、まあ、パープルスカイって言葉が出てくるんだけど、こう、明け方の空なのかな？ちょっとなんかこう、パープルスカイでさーとか、こうなんか、いや、俺住んでるけど夕日は綺麗だなとか思うけど、あんまパープルスカイわかんねえな、ごめんな、いぶきみたいな感じで話すんですけど。まあ、いぶきがね、番長のなり方を自分の中学の話でしてたんですけれども、どうやって番長ってなのって、いぶきはなってないんですよ。番長のいつも支え役でいたよという話なんですけども、まずね、毎年3年生になる前の2年生がやんなきゃいけないと。で、2年生が学校の、これまあ架空の話ですか、全部ね。学校の裏庭の体育館の横にある、和式便所があって、そこはまずちょっとちょっと溜まってる先輩がいるんで、その先輩とまず戦わなきゃいけない。その先輩2人ぐらい倒して、和式便所をなんかガッて裏庭で取るらしいんですよ、もう便器から。和式便所をガッて外して、それを転がしながら校舎を1階全部横歩く、2階全部横歩く。で、階段もガラガラガラって和式便所の音鳴らすらしいんですよ。ガラ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 って。ガラ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 って鳴らす。ガラガラガラって鳴らす。で、2階。2階で、あ、2年生が、あ、この時期が来たと。あ、俺らの同期はあいつが番長にエントリーするんだと。ガラガラ鳴らす。で、3階行ったら3年生の教室になるんですよ。で、3年生の教室がガラ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 ってなって、あ、来たなって。で、3年の番長のいる教室の昼休みに、それを黒板にガンってやって、教卓に勉強を置くらしいんですよ。で、お前ふざけんなってなるじゃないですか。そこから番長のエントリースタートで1週間学校に残れたら番長らしいんですよ。来年の。これがスラムダンクの部活とか運動と真逆の世界の番長の、多分いろんな学校にそういうルールがあるんです。埼玉の桶川のこの架空の話ですよ。もういぶきって俺の架空の友達がしてた話なんだけど、はい。そういうお話があるらしくて。この134を聖地と呼ぶ純粋な男がいるんですよね。 CB750 に乗る、はい、そうやって言ってました。番長に乗るためにはそれだけ、大変な思いをしなきゃいけないというところで、僕はねすごい感動したのを覚えております。はい。ジングルと
ハローユニバーサル、こんにちは世界。番長のなり方まで紹介できてよかったな。番長。そんな多分ね、桜木とかとは別ななり方で、この、堀田のりおくんは、正当に湘北高校の3年生の番長になってたんだよね。あの、柔道男とも、赤木武則ともまた違う。運動部じゃそういうことはできないんですよ。番長はまた別なんです。そして、鉄夫っていう、あの、タンクトップ着てね、ヘルメットが嫌いなんだよっていう、もう最強の、ああいうアウトローになりすぎると、学校に来ないんで、番長にはなれないんですよ。だから番長って、ちょっと青春じゃないですか。ちゃんと学校にはいるんですよ。はい。というね、熱い思いになったところなんですけれども。ありがとうございましたねえ、火曜日平日の夜なのにありがとうございます。ハローユニバーサル、こんにちは世界。今日はですね、各週火曜日のこちらのプログラム、パーソナリティとして辰口健太郎がお送りさせていただいております。辰口健太郎ね、なんとね、六大学応援団の出身で、もうずっと学ランを着てね、応援団をやってたんですけど、意外とこいつアニメ漫画好きだぞと、この茅ヶ崎 FM で喋ってたらバレまして、このプログラムを預けていただいたわけですけども、現在スラムダンク、バスケットボール、スポーツ漫画の金字塔スラムダンクの話を残り20分させていただきますよ。